こんにちは。モンスター井上尚弥、彼の戦績は称賛しきれませんね。近年のパフォーマンスはさらに圧巻ですね。今世界の各メディアからも非常に注目される存在となりましたね。今日の動画の題名は強さの理由ということですが、まず最初にオフェンス力、攻撃力の話をします。彼は現在バンタム級の選手ですが、パンチの威力はどれくらい上の階級に匹敵するのでしょうか。まあ信憑性があり参考になるのは、試合前に実際に拳を合わせて練習するスパーリングパートナーの発言ですよね。井上のスパーリングパートナーといえば、 WBO 世界フェザー級の実力者で有名なジェネシス・セルバニアがいます。彼のスパーリング後の発言なのですが、井上のパンチは、通称カネロ、本名はサウル・アルバレス、これシュニースーパーウェルターミドル級、あとゴロフキン、シュニー世界ミドル級、あとロマチェンコ、フェザー、あとライト級というトップファイターと比べてもですね、一番ではないかとの発言もしています。過大評価にも聞こえますが、拳を合わせた人にしかわからないパンチの質などの感覚の部分をひょっとすると言ってるかもしれません。また別のパートナーの発言では、スパーリング用のグローブは厚みがあるので、強い衝撃は吸収されるのですが、それでも井上のパンチはダウンさせられるほど強いという話も聞いたことがあります。また井上より数階級上のスパーリングパートナーの話なんですが、まるで上の階級の選手と戦っているような圧力ダメージを受けたという、すごい話ですよね。そういう話もあります。次に一番身近にいる大橋会長のコメントなのですが、彼は間違いなくバンタム級以上のパンチを持っていると。で、特筆なのは左ジャブの強さは、その通常のランキングボクサーの右以上とも発言していますね。これはすごいことです。このようにスパーリングパートナーや事務関係者の証言を聞くと、彼のパンチは間違いなくバンタム級より上のパンチということが、再認識させられますね。それは試合結果を見ても分かることですけどね。ここで彼の強いパンチの秘密を考えてみるとですね、一つ目にターゲット部位に点集中でマックススピードで当てる技術があると、あと二つ目に体幹力が強くてですね、反動を後ろに逃がさずに足腰のパワーをパンチに乗せている技術で、三つ目に軽快なステップワークからですね、意表をつく軌道のパンチを打てる技術、特に一番目は試合を決める相手の心を折ってきたパンチですよね。パヤのロドリゲス両チャンピオンは、ナオヤの瞬間的なステップコンビネーションの餌食になり、二人とも彼のパンチを見れないまま強沈してしまいましたよね。そのことで思い出されるのが過去の偉大な天才ボクサーです。私が思い出すのは、この特にシュガーレイ・レナード、そしてそのレナードが名前をもらったほどリスペクトしてた、これはウェルター級ですね、131勝1敗、今でもそのボクシング史上最高選手と言われているシュガーレイ・ロビンソン、彼ら独特の美しいスピードのパンチはですね、井上選手に
私は同質のものを感じています。まあ、以上パンチのお話でしたが、次に重要なディフェンス力の話をしてみたいと思います。天才ボクサーに共通しているのは、その自身のパンチ能力をはるかにしのぐディフェンス能力ですね。これがあるんです。井上選手はプロアマ通して流血やダウンの経験がないですよね。これはすごいことなんですよ。彼の高いディフェンス能力は瞬時にオフェンス能力に切り替わり、モンスターパンチを生み出しているわけです。繰り返すと、モンスターと呼ばれる理由はパンチの強さにもありますが、まあ世界トップレベルの防御テクニックを備えているからとも言い換えられますね。まあ、このことを少し説明すると、KO を狙う時という、まあ、瞬間ですね、ボクサーは自分自身も最も危険な距離にいますよね。で、井上選手の場合は防御テクニックを駆使して一瞬で相手の意表をつく場所に侵入して、そこから攻撃ができる数少ないボクサーだと思います。要するに高いディフェンス能力がなせる技ですね。最後にね、防御技術といえば思い出される、まあ、欠かせない選手はマイク・タイソンですね。彼は豪快な KO パンチが強烈な印象で、まあハードパンチャーというそこばっかりは、まあ、脚光を浴びてる選手のような気もしましたが、実は防御技術が完璧でしたね。彼の黄金期はカス・ダマト直伝の防御練習をですねしていた時期で、それにより相手の攻撃をかわし、返しの強いパンチで数々の KO シーンを量産しましたよね。まあしかし恩師との別れでボクシングスタイルが変わってしまって、その後は周知の結果となりましたね。まあその点は井上選手は慎吾トレーナーが父親ですよね。ボクシングスタイルはこれからも変わらないはずです。その点がまあ強みですね。彼の強さが連勝時のタイソンの動きに重なって見えるのは私だけでしょうか。まあ試合スタイルで違いがあるとすれば、タイソンはまあ相手を探る以前にですね、一方的に攻撃を仕掛け破壊すると。で、井上選手の場合は相手との間合いを測ってから破壊すると。この違いでしょうかね。まあ以上、井上選手の強さの理由を語ってみましたが、どうだったでしょうか。我らのヒーロー井上尚弥選手です。みんなで応援しましょう。それではまた。